じゃあいくね。はい、問1、初めてキスしたのはいつ。初めて、私幼稚園生の頃になんか、私チューがすごいするの好きだったから、あのいっぱいいろんな友達とチューしてたな。記憶があるのは幼稚園かな、うん、ですごい毎回先生に怒られてた。メアちゃんつって、チューはとても大切な人とすることだよつって、みんなとても大切な人だもんつって、あ、幼稚園はノーか。なんだろう、あと高校の時に付き合ってた彼氏かな、カラオケボックスでチューした。私のファーストキス、高校の友達、子供、高校の彼氏、高校の時に付き合ってた高校の彼氏と、カラオケボックスに行って、チューをしたし、どうやってするか分かんなかったから、すごいチューしてた。カラオケボックスじゃエッチしちゃいけないからチューっつって、でもその彼氏とはエッチしなかった。なんか他の女とエッチしてたんだよね、そいつ。なんか俺童貞だからみたいな。いや本当になんかそういう雰囲気とかあんまりよくわからないから、なんかこう思ったことは口言ってほしいんだよねみたいなこと言われてたけど、なんか知らん間に、なんか学年の中でちょっと可愛めな女となんかエッチしてた。あっと思ったけど、あのね、本当に男って香水つける、なんかね、香水で変わる。なんか気づくよ、なんか、そいつに私、あ、真っ暗だ。私、シャネルかなんかの香水をあげたの。まあ、ちょっとシャネル女っぽいけど、私がその時シャネルつけてたからあげたんだよね。一緒の匂いつけようっつってあげたんだけど、なんかシャネルじゃない匂いがするんだよね。なんかドン・キホーテの匂いがして、すごい、はぁと思って。あのさ、よくさ、プチプラみたいな感じでさ、男の香水あるんじゃない、なんかオーシャンブルーみたいな、あるよね、あれ。あの匂いがして、まあ、好きなんだけど、私も。もうお金がない時は一時期私それつけてたんだけど、その匂いがもうね、するの。えと思って。あのさ、オーシャンブルーみたいな、ブルーオーシャンみたいなさ、メンズ用のさ、あのドンキによく売ってるさ、あるじゃん、香水。あれつけてて、えと思って、その匂いどうしたのって言ったら、えみたいな。え、なん、どういうことみたいな。いや、香水だよみたいな。あ、香水ね、香水ねみたいな。香水。ね、変えたんだよねって。あ、私があげたシャネル気に食わなかったみたいな話したら、なんかシャネル女っぽくってさ、みたいな。ちょっと男と遊ぶときはちょっと恥ずかしい気がしてごめん、みたいな。その時はね、あ、そうなんだって思ったんだけど。で、その匂い、ドンキの匂いだから、いろんな人がつけてるんだよ、やっぱ学校でも。ドンキの匂いだから。ドンキで手に入れられる1000円、2000円とかのやつだから。だから、いろんな人がやっぱつけてるんだよね、その匂い。で、私は香水好きだから、結構匂いに敏感だから、風呂入んない割には。そう、だから、結構気にしてて、あの匂い、なんか、じゃあ私はね、メンヘラだから、なんか誰かからもらった、誰からもらったの、誰かとお揃いしてんのかなみたいな、男友達と、みたいな。で、なんか男友達も、そいつの周りの男友達も数人つけてたんだよね。と思って。で、なんか、こう1ヶ月過ごしてたら、こうはと思い出して、で、そのね、なんか、まだその時は付き合ってるなんて、みじんも思ってなかった女が、なんか、その匂いの香水を、ちらって私嗅いじゃって、えと思って、着替えの時に。体育の同じクラスだったんだけど、匂いがファッてして、えっと思って、え、待ってみたいな、女でメンズの香水つけるかって思って、待って、でも、もしかしたらそれの匂いに似たレディースモンの香水かもしれないと思って、別にそこまでなんかソムリエじゃないからかなって思ったんだけど、その子がなんかバッグの中から取り出して香水ね、体育の終わりにシュッシュってつけたのが、そのなんかブルーハワイみたいな、メンズのやつだったの、オーシャンブルーみたいな。え、待ってと思って、それ私の彼氏もつけてたんだけどと思って、だってなんか普通だったらそこで問い詰めないじゃん、やっぱり普通は問い詰めないじゃん。ちょっとイライラしちゃって、なんか〇〇ちゃんってこう、その香水つけてたけどなんかもらったのみたいな。いや、全然関わりとかないけど、急にどうしたみたいな。私がアスペ扱いされて、急に。え、何みたいな。
なんかそういう疑り深いの本当にやめた方がいいよみたいになって、でなんか本当にうざいと思って、なんかそこで別れちゃったんだけど、私イライラしちゃって、何こいつって思って、でなんか半年ぐらいしたらなんか付き合ってて、えっと思って、やっぱそういうことじゃんみたいな、私といた時やっぱそういうことだったじゃんみたいな、本当にもう人としてもうありえないよね、もうそういうことじゃんね。鉄のつるはしだけ使っちゃおうかな。もう絶対そういうことじゃん、付き合ってたじゃんみたいな。あ、それがね、その人が私の初めてのキスでしたね。次